人を救うはずの医者が町の人々に負担になるのは困る。他ならぬ町の代表である町長からのこの言葉は俺の心に重く響いた。俺は三村保つ、45歳。かつては天才外科医と評され、俺を指名する患者が後を絶たなかった。都内の総合病院で毎日のようにオペを繰り返し、何百人もの命を救ってきたのだ。しかし今の俺にはその栄光など見る影もなかった。田舎にある小さな診療所が俺の職場。そればかりか町の人からはやぶ医者なんて後ろ指を指されている。小倉先生、あの男をいつまでこの病院に置いておくつもりですか。患者の一人が診察室でため息をつく。俺をこの診療所で雇ってくれたのは、新人時代にお世話になった小倉先生という女医だ。彼の医師としての腕は日本一だと私は思っているんです。でもね、患者の声は重かった。小倉先生はその後たわいない話に切り替え、患者とひとしきり話をすると投薬を指示して診察を終えた。俺はその隙に診察室に入り込む。あら、さっきの話聞こえちゃった。小倉先生は屈託なく笑う。俺、やはりここにいない方がいいんじゃないですか。このままじゃこの診療所の評判まで悪くなりますよ。しかし彼女は俺を励まし、肩をポンと叩く。誠実で真面目で腕のいい医者を破格の給料で雇えているのよ。私にはメリットしかないわ。俺はうつむいたまま返事ができなかった。あなたを信頼している患者さんだっているわ。その信頼を裏切ってはダメよ。小倉先生はそう言うと、俺を診察室から追い出し、すぐに次の患者を見始めた。10年前の週刊誌の見出しを俺は未だに覚えている。天才外科医の失墜。記事では多忙を極めていた俺が単純なミスで患者の命を危険にさらしたとまことしやかに綴られていた。だが真相はまるで違う。俺は当時の外科部長、院長、病院の理事長、そして週刊誌の記者にまでミスしていないと訴えた。ところが、未練がましいことをするな。当時の院長に一喝され、反論の機会すら与えられなかったのだ。ほとぼりが冷めるまでと地方の系列病院を転々とさせられることに。しかしネットで名前を晒されていた俺は、どこへ行っても邪魔者扱い、そして犯罪者扱い。医療の世界に俺の居場所はないと悟り、医師を辞めようと決意した。小倉先生が俺に連絡をくれたのはそんな時だった。彼女は俺の指導医だったのだが、大勢の患者を相手にするよりは一人にじっくり向き合いたいと、それまでのキャリアを捨てて町医者になった。隣町のクリニックが閉院しちゃって患者が増えてるのよ。田舎の医療格差は半端じゃないわ。そう言って俺をスカウトしてくれたのだ。当初は腕のいい医者が来た、小倉先生の弟子、そう言われ喜ばれていた。しかしここでも俺の過去がつきまとう。ネット記事が町中に広まり、多くの人が俺をやぶ医者と呼び始めたのだ。もちろん中には俺を信頼して励ましてくれる人もいる。先生のおかげで随分楽になったんですよ。インターネットの記事より私は先生を信じます。それだけが救いだった。ある日、診療所のドアが開く音がした。新しい患者かと待合室を覗くと、町長の田淵さんだった。ああ、三村先生、ちょうどよかった。町長はふくよかな体で首の汗を拭きながら俺を手招きする。待合室には誰もいなかった。やはりね、町議でも問題になったんだよ。今はネットで何でも拡散する時代だろう。人を救うはずの医者が町の人々の負担になるのは困るってね。町の代表である町長からのこの言葉に俺の心は重く沈む。
やはりここも俺の居場所ではなかったのか。俺は一晩寝ずに考え、結局医師を辞めて実家に帰ることを小倉先生に伝えた。これまでの感謝と謝罪を込めて彼女に深く頭を下げ、一週間後には診療所を旅立つことにする。だが小倉先生は最後の最後まで俺を引き止めてくれた。いつでも戻ってきてよ、待ってるから。実家に向かう飛行機の中、俺は何をするでもなくぼんやりと外を流れる白い雲を見ていた。その時、緊急アナウンスが。機内にお客様はおりませんか？急病人のようだ。俺は慌てて手を挙げ席を立つ。医者を辞めると決断したのに何の因果だろう。患者は客ではなく CA。 胸の苦しさを訴えてそのまま昏倒したということだ。心拍を確認しても反応がない。俺はすぐに心臓マッサージを始め、全力で処置を施した。対応が早かったおかげで彼女の心拍はすぐに戻る。俺は近くの空港に緊急着陸してもらうようお願いし、彼女の容態が急変しないように見守った。スタッフや乗客からは称賛の声が次々と上がる。俺が何者かを知らず、一介の医師であるという認識だけなら、こんなにも皆を喜ばせることができるのに。人を救うのもこれで最後か。緊急着陸とともに飛行機を降り、搬送先の病院まで彼女に付き添った。そして病院のベッドの上で落ち着くと、涙ながらに感謝してくれた。先生のおかげです。本当になんとお礼を言っていいのか。とんでもないです。私も医者として最後の患者さんを救えてよかった。最後？彼女が不思議そうな顔をすると同時に、彼女の両親が病室に飛び込んできた。レーナ！え？その父親の姿に俺は驚いて声を上げる。田淵町長。その声でようやく町長は俺の存在に気づいたようだ。なぜお前がこんなところにいるんだ？お父さん！すかさずレナさんから非難の声が飛ぶ。彼は私の命の恩人よ。落ち着いてください。興奮すると体に触ります。レナさんは俺の一言で深呼吸を繰り返し、町長に事の顛末を語った。彼女の話を聞き、町長は心底驚いたようだ。だがやがて俺に向き直ると深く頭を下げる。ひどいことを言ってすまなかった。それから娘を助けてくれて感謝する。つい先日苦虫を噛みつぶしたような顔をして俺を町から追い出そうとした人とはまるで別人のようだ。涙ながらに何度も頭を下げられ、俺が恐縮してしまうほどだ。それほどレナさんは町長にとって大切な存在なのだろう。この病院の医師も迅速で的確な処置を褒めていたよ。君には本当にひどいことをしたと今ならわかる。君の腕は確かだ。虫のいい話だが、君さえよかったら町に戻ってきてくれないか。俺は驚いて町長を見つめる。頼む。君は娘の恩人だ。その顔に泥を塗ったままにはできない。この通りだ。田淵町長は俺に向かって土下座まで始める。顔を上げてください。何度お願いしても町長は土下座をやめようとしない。ちょっとお父さん、親の土下座なんて心臓に悪いわよ。レーナさんがそう言ってくれたおかげで町長はようやく立ち上がる。たとえ町長が町に戻ることを認めてくれたとしても、俺の悪評がなくなるわけじゃありません。また町に迷惑をかけることになります。すると、なんとレーナさんから援護射撃があった。そんなの私が何とかするわよ。え？私が先生の最後の患者なんでしょ。つまり先生は私の主治医ってこと。彼女は独自の理論を展開し始める。私ね、 CA を辞めて町に戻ろうと思っていたの。だから先生は私の主治医として町にいてもらわなくちゃ困るのよ。暴論だが、
俺の医師としての矜持がそれに寄り添う。患者を見捨てるなんてできない。わかったよ。俺はたった一日で町に戻ることになった。いくらなんでも早すぎでしょう。小倉先生は腹を抱えて笑っている。おかげで俺は罰の悪い思いをしながらもあっさりと元の場所に戻ることができた。町長や玲奈さんの力添えもあり、俺を悪く言う人は極端に減った。玲奈さんの命を救ったという話が大きかったのだろう。そう安心しかけていた時、攻撃は思わぬ方向からやってきたのだ。週刊誌の話って本当なんですか？玲奈さんは何でも明け透けに言うタイプのようだ。何の気遣いもなくストレートにそう質問された。だがまっすぐな瞳は俺を信じていると訴えている。小さく息をつき、すべてを話すことにした。それは今から8年前、オペ中の医療カゴだった。当時俺は指導医として経験の浅い医師に付き添う場面が多々あった。このオペもその一つだ。短時間で済むオペのはずだったが、執刀医のミスにより半日がかりとなった。途中でミスに気づいた執刀医は、その重大さに震え、メスが持てなくなったのだ。代わりに執刀したのが俺だった。それがあんな事態を招くとは。なんとか一命を取り留めた患者は、面会謝絶の状態になった。当然ながら、家族は何事かと大騒ぎし、事態の収拾を図った院長が、俺をスケープゴードに選んだのだ。俺が指導していた医師は大技師の息子。息子の将来と自分の立場を案じた父親は、院長と週刊誌に圧力をかけ、俺を犯人に仕立て上げたのだ。オペに参加していた他のスタッフも巻き添えを食わないように口をつぐむしかない。それでそのまま泣き寝入りしたんですか？玲奈さんは強気だ。今からでも無罪を主張するべきですよ。俺は苦笑するしかなかった。主張しようにも証拠がない。みんな上から睨まれることを恐れて何事もなかったかのように過ごしている。それに患者さんの命を危険にさらしてしまった責任は俺にもある。俺がきちんとオペを注視していればこんなことにはならなかったんだ。玲奈さんは悔しそうに唇を噛む。私にできることはありませんか。先生に救ってもらった命です。できることは何でもしますよ。そんなことを言ってくれたのは彼女が初めてだった。ありがとう。その気持ちだけで十分だよ。君とお父さんのおかげで俺は今も医者でいられるんだから。玲奈さんは悔しそうに、そして悲しそうにうつむいていた。それから数年、玲奈さんの病気はついに完治した。それまでは経過観察も含め定期的に通院していたが、それももう必要ない。三村先生、本当にお世話になりました。玲奈さんは晴れやかな顔で俺に頭を下げた。俺は何もしてないよ。すべて玲奈さんの頑張りによるものだよ。彼女は俺に満面の笑みを見せてくれた。それでね、先生、体も元気になったことだし、私、ずっとやりたかったことに挑戦しようと思うの。やりたかったこと？そう。でも、それは、ここではできないことなの。だから、東京に行ってくるわ。俺は、彼女の行動力に驚く。この数年間、彼女は、ずっと俺のそばにいて、励ましてくれていた。医者と患者という立場だったが、治療されていたのは俺の方だったのかもしれない。寂しくなるな。思わず本音が漏れる。夢を叶えたら必ず帰ってくるから。彼女は意気揚々と旅立っていった。やっと掴んだ CA という仕事を諦め、病気とも戦った。それでも力強く羽ばたく彼女を俺は眩しく思っていたのだ。それから1年ほど経った頃、俺は相変わらず小倉先生の診療所で落ち着いた日々を送っていた。三村先生、ただいま。
そこへ玲奈さんが目を輝かせて帰ってきたのだ。それまでメッセージ一つよこさなかった彼女の突然の帰郷、それには大きな意味があった。先生、これ見て。彼女は社会派雑誌の最新号を握りしめていた。俺に向かって開いたページには、政治と医療の癒着といった文字が大々的に踊っている。これは、それはあの時の医療ミスの真相を暴いたスクープ記事だった。数人のスタッフの証言もある。あの時のオペ室にいたスタッフたちの姿がよみがえる。この証言を取るのに苦労しましたよ。でも先生が今でも医師を続けていて私の命の恩人だって言ったら、皆さん覚悟を決めて協力してくれました。ドヤ顔をする彼女がとても頼もしい。君がやりたかったことってこれだったのか。やっと恩返しができました。彼女は記者になり、俺の無実を証明するために東奔西走してくれたのだ。この記事は世間の注目を浴び、マスメディアが次々とこの問題を取り上げた。当時の関係者、特に執刀医とその父親への取材攻勢は激しく、そのおかげもあって俺の冤罪は証明されたのだった。その後、彼女はあっさり記者を辞め町に戻ってきた。もったいない、こんな記事を書いたなら引く手あまただっただろうに。診療所の休憩時間、俺と玲奈さんと正夫さんの3人でお茶をしていた。正夫さんは町長としての任期を終え、今はのんびりと過ごしている。だって他にも叶えたい夢があるからね。相変わらず元気だな。俺は感心してしまう。すると彼女は大きな目をくるりとこちらに向けた。でもこれには先生の協力が必要なんだ。俺の？俺にできることだったら何だって協力するよ。何せ彼女は俺の恩人でもあるからな。本当に協力してくれる？彼女が強く念を押すものだから思わず腰が引けてしまった。そんなに大変なことなのかい？そうね、先生次第かな。おい、レーナ、もったいぶるな。一体何だと言うんだ。正夫さんに問い詰められて彼女は首をすくめて笑う。私、先生のお嫁さんになりたいの。え？俺は驚きのあまり間の抜けた声を出してしまった。そして一瞬にして様々な思考が巡る。俺とレーナさん、一体いくつ離れてると思ってるんだ。しかも彼女は俺の患者だったんだ。それに父親の前で逆プロポーズ。俺がちらりと正夫さんを見ると、彼は大声を上げて笑った。こりゃあ先生、えらいやつに見初められましたな。レーナは昔から頑固で、こうと決めたら絶対に譲りませんよ。そして今度は娘を見てにやりとする。いいじゃないか、レーナと先生が夫婦になってくれたら、先生はずっとこの町で医者をしてくれるだろう。当面の間は医師不足が解消される。さすがお父さん。二人の間でどんどん話が進んでしまい、俺の気持ちは置いてけぼりだ。ちょっと待ってください、レーナさん、冷静になるんだ。命の恩人だからってそこまで俺に尽くす必要はないんだよ。するとレーナさんは不機嫌そうに眉を潜める。先生、私を何だと思ってるの？命の恩人くらいで結婚したいなんて思わないわよ。じゃあどうして？彼女はとうとうと語り出す。先生はあの記事のせいでいろいろとひどい目にあったのに、それでも医者という仕事が好きで一途に進んできたんでしょ？彼女は一人納得した顔でうなずいている。医者としての腕には絶対の自信を持っているのに、普段の先生は全く自分に自信がない。そんな謙虚なところも大好き。そんな言葉を聞いていると、こちらが気恥ずかしくなって顔が赤くなる。本当は分かっているのだ。彼女の主治医であった頃から、俺はその前向きな姿に心を奪われていた。しかし俺は
主治医だから、やぶ医者だから、大人だからと自分の気持ちに蓋をしてきたのだ。ありがとう。素直に嬉しいよ。彼女の気持ちを受け入れる覚悟はできた。彼女が照らす世界は、きっと暖かくて眩しいほどに輝いているだろう。あのプロポーズの日は、今でも鮮明に覚えている。俺も、レーナも、随分と年を取った。小倉先生は、すでになく、俺が引き継いだ診療所は、今もなお、町の人々から頼りにされている。だが、それも今日で終わりだ。若手の医師に代替わりすることになっている。朝から入れ替わり立ち替わり、たくさんの人が別れを惜しんで訪れてくれている。最後にやってきたのは、レーナだった。彼女は乾いた咳をしている。どうした?風邪か?最近冷えてきたから。どれ、見せてごらん。俺は丁寧に診察した。やはり風邪のようだ。薬を処方して、ゆっくり休むように伝える。レーナは幸せそうに笑っていた。ふふ、本当にあなたの最後の患者になってしまったわ。俺はそっと彼女の手を包んだ。あの時助けたのがレーナでなければ、きっと俺は医者を辞めていた。今までお疲れ様。そう言った彼女の笑顔は、今までで一番優しいものだった。